はい、どうも、アルトマンでございます。本日はですね、モンスター闘技場の動画でございまして、呪術師マリーンと土偶戦士についてね、見ていきたいと思います。で、まあ見ていくといってもね、このスペックだけをね、これのを見てね、語るのではなく、ちゃんとレベル30までね、育てた状態のものをね、今日はご用意をいたしましたので、明日がね、5周年の大会の締め切りになっておりますので、まあ、パーティー作りのね、参考になればというふうに思います。まあ、私ね、この間の5周年、違う、モンスター闘技場ですね。モンスター闘技場の公式放送でね、まあ、スタンプいただきましたのでね、それのちょっと還元ができればと思いまして、このような企画を考えております。じゃあね、早速、戦ってるところをご覧いただきましょう。で、まあ、ちょっとね、無理やり、新しいモンスターをこう編成した結果、ちょっとこんな感じになりました。はい、ということで、最近ね、よく見る、見かけるなという面々をね、自分のこちらの手持ちに加えまして、で、まあ、新メンバーのね、チームということで、まあ、対戦をね、してみましょう。でですね、まあ、ちょっと何戦かしててなんですけれども、最初ですね、まあ、マリーンさんね、わがままなんでそのまま使ってたんですけど、やっぱ素早さがね、低いのと、コツがね、ついてないので、やっぱりね、何もできずに、やられてしまうというのが大半でした。なので、それは最終奥義をつけてもね、同じことが言えまして、ね、まあ今、第一列弾でこんな食らいましたと。ただ、全体と、この単体攻撃で、死ぬようなね、そんな山ではないですね。なので、とりあえず、負けず嫌いつけとけばね、まあ何かしらとりあえず動けるんで、まあ迷ったらとりあえず負けず嫌いつけとけば、ユニットとしての運用は通りがなるのかなと。ただ、まあこれね、見ていただいたように、うお、すげえ。見ていただいたように、混乱耐性がないんですよね。なので、まあ死神の一振りをつけていたとしても、やっぱり純粋のこの激しくのしかかるをつけた、連中にはちょっと無力なのかなと。というようなところですね。でね、ちょっとね、育てるだけ育てたんですけど、素早さの値もね、合わせられておらず、ちょっとね、雑な育成となっておりまして、まあちょっとね、申し訳ないなと思うんですけれどもね。ここから3倍速にします。で、土偶戦士がですね、ひたすら硬い。めちゃくちゃ硬い。これ、まあ、第一列弾は、まあ、いくと思うんですけど、これ、オーディアロのダメージよく見てくださいね。これだけスローにします。オーディアロのダメージ。ね、他のユニットの半分ですよ。硬い、とにかく。めちゃくちゃ硬いですね。ね、この、まあ、死神の一振りでね、純粋で、こう、即死ゲーを狙うってのもいいかもしれないですね。一応14秒なんで、まあ、素早さどうにか合わせれば、多分、打てずに終わるってことは多分ないと思うんですけどね。こんな感じですね。はい、また勝ってしまいました。あ、違うわ、負けたんだ。あ、違う、向こうが勝ったのかね。で、
まあ、ちょっとね何回かこれ、まあ、今これ3回目ですけど、これ転び体勢がね道具選手ないんですけど、まあそれなりにはあんま転ばないですね。土偶選手はですね、補助特技のコツは持ってるんですけど、攻撃特技のコツを持っていないので、これもね、また、ちょっと悩みどころなんですよね。まあ、今はね、ちょっとこう、無理やり、共存させてますけど、この、土偶選手とマリンはちょっと同じ、パーティー内には共存するのは難しいのかなというふうに、感じております。まあね、ドグ選手はね怪人系がちょっと苦手なんで、まあほぼほぼねカンダタと対決することが多いので、まあちょっとね、どれだけ活躍できるのかなというのもありますけど、物理ダメージ経験ついてるんでね。さああとはまあ問題ね、マリンさんなんですけども、最終奥義でワンパンで落ちるんちゃうのというふうに思われてる方も多いかもしれないので、一応ちょっと見てみましょう。はい、ということで装備のね編成を変えてみました。あ、装備じゃない、スキルの編成をね変えてみました。まあ、ちょっとね果たしてちゃんと周りに飛んでいくのかな。お、サバサダムが3体に入りましたね。さあどうだ。あ、カンダタに飲んだ。さすがにね、全体攻撃2回飛んでね、まあ、最終奥義受けれるやつって多分いないと思うんで、ね、まずはこんなもんでしょうと。それにしてもあれですね、本当にカンダタが強い。素早さだの、こんな開幕でね、ポーンとこう入っちゃうと、もうそれだけでね、ゲームエンドに持ち込めるというのがやっぱ強みですよね。お、今度は逆にこちらが。でね、これ、なんでカンダタとマリーンで並べてるかっていうと、こうなるからなんですよね。お、ま、さすがにやっぱりね、ワンパンってことはないですね。セルゲイナスじゃない。ゴールデンゴーレムの、ね、最終奥義、相性も悪いですけど、もうこれだけ耐えますからね。身の守りも200超えてますから、ワンパンでね、やられるってことは多分、まあ、そうそうないのかな。ちゃんとその後のね、ピンチに魔術師の力が発動すればね、その後の全体攻撃にも耐えていけると。ただね、これだけバフが入っデバフがね入っておきながらね、こちらのこちら側がまあこれ勝つというところでね、なかなか開幕でね、スバサダウン入ったから、あ、もう負けた、はい、終わり、もうほんとクソゲーとかね、そういうことではないんですよね。やっぱり、デバフが入っても、勝てるパーティーをね、編成するっていうのがね、大事なんじゃないかなと思いますね。ということで、まあ、まあ、ワンパンで死ぬってことはね、まあ、ないですと。
これちょっとね、力の種じゃないや、守りの種がですね、在庫が切れてしまいまして、これまだね、ヒットポイントプラス50じゃないんですね。まあ、それでも耐えると。逆に、そのね、ピンチに魔術師の力、をね、発動させる、こう、うまい具合にね、発動させるために、こうヒットポイントの調整をするという意味では、まあ、いたずらにね、ヒットポイントを、まあ、全振りするのもね、まあ、ちょっと考え物なのかなという気はしますね。いや、ただやっぱりね、マリンさん混乱体制ないので、まあ、今ね、あるアルゴングレードの激しくての宿泊アローを受けると、まあ、ほぼほぼ、まあ、混乱してしまうというのはね、まあ、もうこの中でご覧いただいてね、ご分かりいただけたのかなというふうに思います。ただ、まあ、死神の一振りはね、この倍機、倍死か、倍死状態が乗ったものだとね、まあ、そこそこ威力もありますんでね。まあ、間違ってもね、この二人が共存するってことは、ちょっとないと思うんですけど。こう育てたモンスターをね、こういうふうにこう何度も何度もこう検証して、どういうふうに動くのかな、なんてね、やるのも、面白いですよね。一応、混乱に弱いんで、ね、あと、もう一つ、カンダタとマリオを並べてる理由がもう一個あって、系統ボーナスで混乱耐性つくって説明書には書いてあるんですけど、なんかね、どうもこう、思った効果が得られてないなっていう。あ、これは混乱しませんでしたね。なので、ワンパンされることはないんで、まあ、無限乱撃とかね、乗っけても、面白いんですかね。どうなんですかね。あとは、ドグセイさんなんですけど、これね、はやぶさ切りなんで乗せてるかっていうと、結構秘密の、あ、じゃない、ドグの目覚めか。ドグの目覚めが発動するときにね、やっぱ手数が増えるんで、まあ、最初の赤い CT はさっさとね、ぴょんぴょんとこう、打って、まあ、第2打がすぐに打てる準備をしといた方がいいんじゃないのって思ってね。ちょっとなんか超ハヤブサなんでつけてますけど。まあ、この編成だとね、最終奥義も、カンダッタにね、飛ばないとこう、ダメージも出ませんのでね。あ、お、転びましたね。で、素早さも入ってしまったと。で、これね、攻撃力ダウン入った後の、このオーディアロのダメージ、これ見物ですよ。これね、すごいんですよ。これいいですか？たったの58ってね。デイン耐性もあるしさ、ね、スクルトもかかってるしで、ね、めっちゃ硬い。はい、ということでね、まあちょっとね、どういう風に使うのかっていうのはね、まだちょっと見えてこないんですけど、まあ、そもそもね、素早さの調整をね、ミスってしまいまして、種がない中でね、こう、無理な育成をするとね、ろくなことにならないというのをね、こう、改めて、こう、ね、今こんな状態なんですよね。とにかくない。で、まあ、地図もね、今、フリフリしてるんですけど、全然ちょっと集まんなくて。でね、この本当にこの土偶戦士のこの素早さをね、いくつにするのかっていうのは多分、センス問われるところだと思うんで、ね、まあ、候補としては、まあ、ちょっとこれをが並べるのかどうかわかんないですけど、まあ、キラーマジンガーと同じ226だとか、あとは、まあ、恒例のね、230もいいですし、あとは、そうですね、まあ、その、まあ、230ですかね、あとはまあ、とりあえずもマックスにしといてね。
後続のアップデートを待ってそれに合わせるとかね、そんな感じなんですかね。はい、ということで、で、あの瞬間最大風速ですけど、今ね、開催中のレジェンドアリーナじゃない、サバイバルアリーナでですね、あの7位をなんとマークしたと。まあちょっとね、これ開いちゃうと、あの他の方映っちゃうんで、映せないんですけど、ね、なんか今回とても、あの過去最高順位をね、記録しておりますということで、で、対戦 ID の方もね、今回これちょっと載せときますんで、ね、これですね。まあちょっと、こんな弱いパーティー載せといても参考ならん、ならん気もしますけどね。はい。あ、これはちょっとね、一番最初試しに、先にマリンが出来上がったんで、ね、これちょっと種は振ってないですけど。あ、こっちも振ってないのか。結局、あの、力の種がね、あの、なくなっちゃったんで、こんなチンチクになっちゃってますけど。はい。こっちも、こっちはどうにかね、あの、すくすく育ってくれたんで、よかったんですけど。はい、ということで、ね、こんな感じで何かの参考になればなと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。それではご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた。